門前生態三つの部、人を痛め続けて25年本気で痛い。覚悟決めた人は概要欄、門前生態楽しんで。門前生態三つの部です。2021年今年もいろいろご声援ありがとうございました。チャンネル見てくれてありがとうね。今年の動画はねもうこれで終わりにします。で、2022年は1月のちょっと何日から動画上げるかちょっとわかんないけど、年末バタバタするのでちょっとね、とりあえずゆっくりさせてもらいます。で、2022年からまたちょっとね、変化することがいろいろとチャンネル内でも起こったりしますけれども、方向的にはかなり難しい技術の話とかを、ちょっと追加でね、セミナーコースとかでね、今やってってます。というのはね、なんていうのかな、まさと先生にカイロプラクティックとか骨盤矯正とかを教える動画とかも今撮影してるんですね。でそういうのをねまたね公開していったりとか、また専門のチャンネルにしていくので、方向性がまた痛いエクストリームペイン指圧なのにさらに難しい話になるから、ついてこれるかなまあいいけど、でそんな感じでついてこれない人たちはまあどっか行ってほしいです。で、まあ私の考え方がわからない人たちはまあ違うの見ればいいんですよ。まあ違う方向がね楽しいっていう人たちも結構いっぱいいますから、私はみんなに愛されるわけではない。コアな人だけでいいと思ってる人ですから、来れる人だけ、見れる人だけで見ていい。そういうのがね、門前生態三つの部エクストリームペインシェアだよ。そう、そんな感じでいいんです。なのでまあこれからそんな感じの方向性に変えていきますから、セミナー動画なんかもちょっとね増やしていったりします。っていうのはなんでかって言ったら、やっぱ勉強したいことを残しておけば、後から見直した時とかに自分の方向性をどういうふうに人に教えるのかとか、そういうのを私も後から見直したいんですね。でそういう時にこの動画が役に立つ。あ、こう前はこうやって教えてたのか、じゃあ今回はこうやって教えようとか、声の張り方はどうなんだとか、いろんなことがね見直すことができますから、それを気をつけていこうと思って、まあ、2021年の、まあ、反省ですよね、今年はね。で、まあ、2022年の抱負としては、そんな感じにしていこうかなと思ってます。なのでね、まあ、2022年がこれからもっと楽しくなるように、もっとチャンネルをね、盛り上げていこうと思ってますから、楽しみですね。だから2022年、何かが変わる。楽しみにしといて。以上、門前生態三つの部でした。